男のロマンあふれる A コラボをご紹介していきたいなと思います。バブアーは下やけど上がバラクータ。分かってる人からしたら激アツやけど、分かってへん人からしたらただの汚いジャケット。はい、本日ですね、男のロマンあふれる A コラボをご紹介していきたいなと思います。ということで早速皆さん見ていただいて分かりますよね、僕の視聴者さんやったらこれを知らないっていう人はいない、バブアーでございます。でバブアー、はいはい、お前ちょっと待ってよって、前バブアー買ってたよね。そうでございます。2着目買ったんと思われるかもしれないですけど違うんですよ、今回コラボでございます。サムネイムがあった通りズドンということで開けていきましょう。なんとイギリスコラボになってるんですね。でイギリスコラボ、どこのコラボ、ちょっと見ていきましょうよ。はい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 、バブアーは下やけど上がバラクータ。バラクータとコラボしてんの。そうなんですよ、だってこの形ちょっと見覚えありません？あ、確かにってことでね、見ていただきましょう。こちらなんですね、このバラクータの形をした外はバブアーなんですよ。だからこれって男が好きなタイプじゃないですか。見る人が見たら分かる、うわすごいやんこれ、バラクータの形してるけど外バブアーやんって。見る人が見たら分かんないけどほとんどの人は分かりません。だからこれはまあ自己満ジャケットという風になってるんですけども、ちょっと着用したいなと思います。こちらね、今回 M サイズで着用しております。で、いろいろ珍しいこと言っていくんですけども、サイズがね今回 M ってことなんやけども、普段イギリスってね SM サイズはしないんですね。サイズ表記って40とか38とか36とか42とかって言ったりするんですけど、この後で来ますけども、このバブアーが40、バラクータが42で着用しておりまして、こちらのバブアーは38で着用してるんですけども、今回は M サイズのサイズ感がこんな感じになっております。丈とかは多分これなんですよね、 M サイズって感じで。ただ着丈だけ足りひんような気はするんですけど、もうワンサイズ上げるともう横もボンってでかくなってきて、まあちょっとこれがまだ見えるかなぐらいな感じなんで、もうでかくなったらシルエット崩れてくるんで、ね、特にショート丈は。ロング丈はでかくなればなるほどかっこいいんですけど、ショート丈はでかくなればなるほどシルエットバグってくるんで、まあこれが多分いいかなっていうことを言い訳にしておりますけど、本間は M しかなかった。だから M しかなかったからこれ買ったんですけど、あのロフトマンさん行った時にこれをもう取り置きしてる方がいらっしゃったんですけど、キャンセル当日の朝入ったんですね。でこれだけ浮いたんですよって言ってたから、それバラクータとバブアのコラボじゃないですか、 A コラボじゃないですか、僕買いますって買ったんですけど、その理由があるんですよ、値段とかね、あとこだわった、これ見る人見たら分かるやんっていうところを今からご紹介していきたいなと思います。よろしくお願いします。ではですね、まずちょっと簡単に見てもらいたいなと思うんですけど、外側はね確かにバブアのこのワックスがついた感じになってるでしょ。で確かにと思うんやけど、バブアってね普通中赤チェックじゃないんですよ。この赤チェックっていうのはバラクータならではのこの赤チェックが採用されてるんですね。あ、ほんまやと、同じチェック採用されてるやんってことじゃないですか。だからこの段階で、あれバラクータのインナーじゃないやけど外バブアじゃねってなってきて、いやこれ外見ただけでバブアってわからんよっていう人もいてるかもしれないんですけど、やっぱりバブアのね特徴であるこのジップですよね。このジップってバブアならではの特徴なんですよ。これですよね、この丸っこい金具ね、これがバブアならではなんですけど、それが普通バラクータは普通のチャックやから、あれなんか違うよねっていうことで気づきはる方もいらっしゃるかもしれんし、まあ、もっと言うとここにね刺繍が入ってるんですよ、見えるかな、バブアってここに刺繍が入ってて、でこっち側のボケと逆サイドにはねなんとバラクータって刺繍入ってるんですよ。だから左側はバブアやけど右側はバラクータって入ってるから、まあ、これで分かる人がいてるかもしれんけども、まあそういったところがあったりだとか、あと後ろとかはねこんな感じですね、まあいつも通りな感じなんですけど、まあ、形はバラクータです。こうラグランスリーブでここに縫い目がなくて、このこういう風に縫われてて肩が結構フリーに動くっていうね、だからどんだけの肩幅の人でも合いやすいっていうラグランスリーブなんですけど、これはバブアバラクータと同じと。でバブアってねこれねなんかね1894年からできてるんですよ。おいいつの話やねんと、昔すぎてわけわからんってなるんですけど、日本で調べました。日本っていつ何しとったかなって言ったら日清戦争してたんですよ。おいおい戦争してた時にできたんって感じなんですけど、そんな昔からあるんですよ。でバラクータに関しても約100年ぐらい前、1937年からあるんですね。だからそのイギリスの老舗中の老舗同士がコラボしたっていう段階で、分かってる人からしたら激アツやけど、分かってへん人からしたらただの汚いジャケット、それ以上でもそれ以外でもないっていう状態なんですけど、そういうジャケットになってます。でこのジャケットってね特徴があるんですよ。なんでこんな100年も150年も前から残ってんのって、それはちゃんと理由があるんですよ。なんでなんかっていうと、バブアならではの防水なんですね、これ。で世界初の防水ジャケットってこれなんですよ。でその後にゴム引きのマッキントッシュが出てきたり、ゴアテックスが出てきたんですけど、もうオイルの防水ってもうめちゃくちゃ古臭いんですけど、実はこんなボロボロオンボロジャケットに見えるんだけど防水であると。だからバイクとか乗ってる時なんかでも全然安心して着れるよと。大雨になったらずぶ濡れになるけども、多少の雨だったら全然着れると。でスイングトップっていう、次はバラクータ
ターの良さを取ってるんですけど、スイングトップっていうまあ形なんですけどね、これが動きやすいんですよ。だから普通ってね、ジャケットこういうショート丈のジャケットって手前にしたら袖足りないんですよ。おい袖足りれへんやないかいっていうことが起きるんだけど、足りるんですね。そういう風に体が動かしても、ジャケットとして、成り立つように作られてるというところで、なんでなんかなと思ったらね、このバブアーっていうところがもともと漁師のジャケットだったんです。海とかでその濡れても大丈夫なようにって言ってオイル塗って防水にしてたんですよ。なるほどねと。でやっぱイメージとしては海男といえばワイルドじゃないですか。あのまあ言ったら反町隆史でしょ、で竹野内豊でしょ、まあ、ビーチボーイズメンバーですわこっちがね。で次にこっちのバラクータの方なんですけど、バラクータ何なんかなって言ったら海男じゃなくて陸軍やったんですよ。軍隊だから陸軍の軍隊から、どっちかやったら紳士とか規律を守る真面目な男、誠実な男っていう感じで、バブアーがヒゲモジャ男やったとしたら、バラクータはオールバック清潔男子なんですね。バラクータに関しては後々ゴルフの方にもなるんですよ。だからあなるほどと、紳士だから紳士とワイルドのイギリスがもうミックスしてるんですね。だからもう最強なんですよ。ではそうなってくるとですよ、元々のお値段が、なんと 59,400円、大体6万円くらいで、こっちも 59,400円、全く値段にしたんですよ。なんか足並み揃えてんなっていう感じなんですか。ってことはですよ、普通に考えてください、高いのと高いのがコラボしたらどうなります。ドラゴンボールでもそうじゃないですか、悟空とベジータがコラボしたら何になるんでした、ゴジータかなんかになるじゃないですか。そうなった場合って戦闘力めちゃくちゃ高くなるんですよ。ちょっと高くなる 1.2 倍とかじゃなくてもう2倍3倍とかになってくるんですね。ってことは値段もですよ、このゴジータちゃんも、このゴジータちゃんもね、もう値段高いんかなと思ってポッてたく見たんですよ。ほんでない、なんとね 64,900円なんですよ。たった5500円の値上げでいいんですかということで、もうそれは即買いなんですね。値段見た瞬間に安ってなってね、もう安くはないですよ、6万超えてて安いってことはないんやけども、ただこのコラボで64,500円、5500円しか値上がりしないって、もうそれ買いじゃないですか。でね、実は今回そのなかなかもう今これないみたいなんですよ。結構入っては即完売、入っては即完売で、もしかしたら下に動画説明欄にリンク貼ってるんですけど、売り切れてるかもしれないんですが、実はバラクータとバブアーのコラボってもう一種類あって、もうちょっとミリタリーっぽい、ちょっとロング丈っぽいポケットがいっぱいあるやつもあったりするらしいんですね。だからそれはそれでもしかしたら今やったらまた買えるかもしれないって言っても、動画流れてる頃にはもうなくなってるかもしれんけど、買えるかもしれんということで、まあ、値段的にもなんていうの、良心的というか、クリリンとヤムチャがあの合体したぐらいあのコスパがいいというかね、いいんじゃないかなということになってます。ただデメリットがあります。このジャケットね、ほんまにデメリットあってね、まあ前々からよく言ってるんだけど、イギリス御三家っていうのがあってね、イギリス御三家で僕勝手に言ってるんだけど、何なんかというと、バブア、バラクータ、ルイスレザー、この3つに関してはめちゃくちゃ有名なんけど、とにかく女子受け悪いっていうね、あの万人が来てあのかっこよくなるわけじゃなくて、選ばれし者しかこう着こなせないっていうね、女子からも受けも悪いっていうね、そういうところになっておりますので、よく僕もインタビューとかで動画撮らせていただいてるんですけど、女子って値段分からへんじゃないですか。このジャケットが6万する、こっちが5万する、5万する、ルイスが20万するって、そんな分かってないから、どれがかっこいいですかって画像を見せたら、だいたいルイスとか落ちるんですよ。でこのバラクータもなんかかっこ悪いとか、シルエットが変とかって言われたりするんですよね。だからこれがハマる層の女子っていうのもいてるんですよ。誰にハマるんかっていうと、持ってる子、これを着る子にはハマるけども、これを着ないようななんていうの、まあ女子っていうんかな、そうおしゃれ女子じゃなくて今風女子とかはもう全く求めてないっていうところなんで、キャバクラには向いてないね。どう考えてもキャバクラには向いてないようなジャケット、古着のお姉さんとかにあの好かれるようなジャケットかもしれないんですけど、まあそういったところが、まあ、唯一デメリットなんで、男同士の飲む時とか、男同士で集まり時とか、そういう時とかにね着ていくのはいいんじゃないかなと思います。あとオイルなんで、やっぱり車気をつけてください。車のレザーのシートとかにオイルベチャベチャについたりとか、あのファブリックシートとかもなんかあの汚オイルの汚れついたりするので、まあ、車はちょっと気をつけてほしいなと。でお前それ前もビレールで言ってたやんと、なんでお前それやのに買ったんってことなんだけど、ただコラボしてたから欲しくなっただけ、それ以上の理由ございません。だから結局これも寝かすかもしれない、寝かして孫に継がせるかもしれないけど、まあ、そういった感じになってるというのがちょっとデメリットにはなってます。ただおすすめのところっていうのが、まあ、この時も喋っててね、これ3年前にこのジャケット買って、この時も喋ったんですけど、やっぱり経年変化で、これ経年化してないんで、説得力全くないんですけど、店員さんとかの見てたら、綺麗にね経年変化して薄い色になってますね。こういうのがもっと薄緑になってたりとかしてるので、まあ、そういう風な経年変化も味わえるっていうところもそうで、まあシーンとしては何っていうと、例えば、こういうロング丈やったらフィッシングとかにもね向いてたりするし、こういうショート丈やったらバイクとかにも向いてたりすると思いますし、あとはねちょっと子供と遊園地行くなんかにもこれ向いてると思うんですね。子供と遊園地行く時とかって動きやすさも大事だけど、多少雨が降ってきたりしても、これ大丈夫になってるので、で汚れても OK っていうジャケットなんでね、
ちょっとゴアテックスでシャカシャカするの嫌やなっていう人なんかは、まあ、ゴアテックスでちょっと私服っぽくないし、ちょっと山っぽくなっちゃうから、こういう私服っぽい感じなんやけども、実は機能性があるよっていうところの、スタイリッシュな親父の方にはね、いいんじゃないかなというところでは思っております。で、ちょっと、まあ、見てもらいましょうか。これが、コラボのやつで、次、バラクータのオリジナル。の42がこんな感じなんですよ。だからこっちの方が若干な大きいかな。いや同じぐらいですね。ほぼほぼ同じですね。42生きてる方やったら M やったら同じぐらいかなとか、40でも同じぐらいちゃうかなと思います。そして久々に着るビデールね、たまにはこれも着とかんと。これが38で着用してるということになってるんですけども、この今回のコラボ見てください。実はねチェックの柄が違うんですよ。その横側に関しては赤系のチェックで、真ん中がなんかこう渋いチェックになってるんですね。でこのチェックってブリティッシュのチェック、イギリスのチェックなんで、バラクータのチェックは両サイドに入ってて、バブアーのチェックが身頃に入ってるんですね。なのでバブアーのチェックこれじゃないですか。それがこの真ん中に使われてるっていう、刺さる人にはめちゃくちゃ刺さるけど、刺さらない人には最初決めたけど汚いジャケットというのがね、今回紹介させていただいた、バブアー×バラクータのジャケットということになっておりました。こういうのってね、あの僕の行ってるジムにもね、塩沢さんいてるんですよ。塩沢さんよう喋るんですよ。いやでもやっぱりこれ女子受け悪いですよねって言われたりして、まあでもそうなんですけど、まあ毎回女子行く場所に行くわけじゃないから、男子だけの時も絶対あるやろし、女子が入れてる時もあるやろし、落としたい子がいてる時もあると思うから、まあその時なんてもう開けるしか、 TPO で開けるしかないですよねなんていう話してるんですけど、まあ、僕もねちょっとこれはね着ていきたいなと今のところは思っております。あとはちょっと寝かせる感じになるかなと思うんですけどね、そんなことでこちらのジャケットを紹介させていただいたという動画になっております。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。